はい、どうもそらです。ということで、今回は今シーズンの各順位ボーダー予測をやっていきたいと思います。いつもだったらレートのね、動画とかをつけてるんですけど、今日はね、最終日ということで、ジレンのガシャを行ってみたいと思います。ちなみにね、一応ガシャ動画結構出してたんですけど、そのね、間で緑ビルス3体目を引き、緑ビルス3体目を引き、リミテッドの中で他で一番いらなかったかなというね、赤ザマスを引きというね、そんな状況で今7周ぐらいしております。はい、ということはさておき、まずね、画面の方にね、今回の予測の数値出していきたいと思います。はい、多分出てると思いますが、今回こんな感じで予測しました。一応前回が、前々回に比べて若干ね、ポイント上がったかなっていうところだったんですが、今回はさらにね、プラスでね、300ポイントちょっとぐらい、350ポイントぐらいかな、高く推移してきてるので、ちょっとね、高めになるかなーっていうところですね。目指している方的にはほんとしんどいと思うんですけど、やっぱりね、人気タグなのかな、未来と神の木、ここら辺を強化するようなキャラクター、覚醒キャラとかも来たりして、で、ウルゴジですよね。あれがまさかの復刻をしたことによって、今までね、ウルゴジがいないからもうね、レートやりたくないよみたいなね、ことを言っていた方々が多分ウルゴジを聞いて今とってもやる気を出されているのかなと思っております。わかんないですが完全にわかんないですが、そんな感じの推測で多分こうなってるんじゃないかなって思います。で、上から順にってあんま説明することでもないと思うんですけど、だいたい350ポイント近く高く推移しているので、こんなもんでしょうというところで出しておるので、あんまりね、別に語るところではないんですが、ゴッド隊については、とりあえず1万6000ちょっとぐらいを目安に上げようみたいにと言われている方が非常にね、多く見られたので、そこから、避けられる、1万6100ぐらいまでは少なくともね、上げてから様子見した方が良いかなと思います。個人的には多分16,150ないしはもうなんかそれより上行っても不思議ではないかなーなんて気はするんですけど、そこら辺はね、ちょっとね、ご自身でよく見ながらやってみてください。ちょっとガシャの引き渋すぎんちょっと喋りながら適当に言いましたけど、めちゃめちゃ渋くないかなで、一応3000位と6000位も大体こんなもんでしょうと。いつもあまりね、ここら辺の順位帯については、ズレとかもなかったりするんで、ゼーテがね、追い上げとかもなかったりするんで、こんなもんでしょうと思います。で、1万についても、同じくらいのポイントでずれてるんですけど、1万の方がね、ゴッドとかに比べると、ちょっと、まだ差が少ないかな、300ポイントくらいかなっていうところなので、大体こんなもんかなと思います。1万3500くらい目安に上げていれば、いいんじゃないかなと思いますが、不安な方は550以上上げた方がいいかなとも思います。僕も今回ちょっとそんなに時間取れなかったので、今シーズンは1万円にしようと思って目指しておりますが、13,550ぐらい止めようかな、とりあえず。それぐらいまで全然ね、ストレスなく上げれるかなと思うので、それぐらいを目安にしようと思っております。ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、ちょっと今回あんまりね、普通に当倍シーズン続いてるだけなので、そんなね、詳しく語ることがなく、こんなもんで終わっちゃうんですけど、ちょっとね、ガシャ、ちょっとガシャどうなってんの本当に、ぶっちゃけ目当て、ジレンと、緑ベジータなんですよ。緑ベジータ本当にめちゃめちゃ強いですからね。僕今キーナナトで使ってるんですけど、あれ本当バケモンですからね。めちゃめちゃ強い。あれでも何回ね、ウルゴジとかをね、しばいて勝ったのかっていうね。本当ね、超絶優秀キャラなので、あれは少なくともね、もう一体この1200でね、取っておきたいんですよね。赤にはしておきたい。で、神の木とか使ってとっても思うんですけど、やっぱり受け枠いないとすごくね、安定しないんですよね。で、そこにジレンが欲しい。ジレン強い。相手しててもめちゃめちゃ強い。って思うんだけど、ジレンが出ない。8周回しても出ない。これで8周目か。いや、しんどいよ。格付けも全部回してるんですけどね。そんなことあるか。あるか。ネナロさんとかあれですもんね。フェスティバルの時の、ホープソードトランクスの歌詞、あれ、何周して出なかったんだろう。とりあえず、コイン50枚貯まるまでで出てなかったって確か言ってて、それで交換して、2突で使われてたような記憶があるので、そんなこともあるって考えたら、別にまだ甘い方かなって思いますが、それにしても出なさすぎん。いや、せめてね、突ってないね、新しめのキャラクターがね、ちょっと、ぼちぼち出てくれるんだったらまだいいんですけどね、そこら辺すらも出ないし、ビルスも出ない。青ビルスでもいいんだよ、最悪。緑ビルスはもう二度といらない。
僕今回のガシャでミドリビルス、あ、リミテッドミドリビルス 3回連続でね出た時はねもう発狂しましたからね。発狂しすぎてちょっと動画化しようと思ってたんですけど、ちょっとさすがにこれ動画化できないなってぐらいね暴れ散らかしちゃったのでね、ちょっとお蔵入りになったんですよね。ということで、とりあえずあとステップ2回して格付け回して終わりにしましょうか。おー、5体なのに5体なのに演出が超絶良い。お、ササいいよ。このブルーの時のササはベジータが救出してくれるフラグ。ブロリーはコーナーいい。お、来ました新キャラ。おー、やったー、やっと来たー。まあ、ビルスでもいいよ、もうぶっちゃけビルスでもぶっちゃけいい。うん、早くね貫突したいからね。今の髪の毛使うなんて言うんだろう、メリット的なところがねあのキャラにあったりする気が個人的にはしてるんでね。はい、というところに見ていくスキップがあるってことはって思ってしまうおー、いいね、随分出るね。そしてやっぱりビルスである。ジレン来ないな、違うジレンは出たけど、まあよし、とりあえず赤4突、あ、ここまで来ればね相当活躍できるんでね、まあよしとしましょう。ってことで、ラストは、格付けをとりあえず交換して引いちゃいましょうか。これもね、ほんと、前までのね、格付けだったらね、新キャラの、あの通常 SP の方もね、なんか 15% とか 20% とかのそんなもんだったはずなので、かなり出やすかったんですが、何やらね、最近ね、普通に 1% になっちゃってるので、ビルスがね、出ないんですよ。なので、ほんとこれ、ジレン1点狙いですね。はい、と言いながら、しょぼい。と言いながら、しょぼい。いやー頼むよ本当に。8周格付け全部でジレンゼロか、ちょっと渋かったな今回のガチャ。はい、オラ勝ち、ラストオラ勝ちからの、ほい、はい、ということでなんか見たくない顔の人のちょっとね、あの別人さんが出ましたが、まあとりあえずねよしということで、来シーズンからウルゴジのティアがついに C になるのかな。あのなんか最新のティアリストみたいに出てたと思うんですけど、僕はね詳しくね、あのなんかしっかりね、あの全キャラチェックしたわけじゃないのでちょっと不安ではあるんですが、なんかウルゴジの名前が見えなくて後のキャラはティア C ですみたいに書いてあったので、ウルゴジティア C になるのかな、それともゴクベジホープソードトランクスとかみたいにティア A に入るのかな、どっちなんだろうと思いながら見てましたが、ティア A に見当たらなかったような気がしたので多分ティア C なのかな。そうなると本当ね、ウルゴジとおさらばして、まあ、楽しい環境にねなるということを願えるかなと思うので、そんな感じでね楽しみにしながら今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。